ゴリラ。ゴリラは、霊長メヒトカゴリラ属、ゴリラ属、ゴリラに分類される構成種の総称。アンゴラ、カビンダ、ウガンダ、ガボン、カメルーン南部、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国東部、赤道ギニア、中央アフリカ共和国南部、ナイジェリア東部、ルワンダ。体長オス170から180センチメートル。 メス150から160センチメートル。体重オス150から180キログラム。メス80から100キログラム。毛衣は黒やアンバ色出産直後の幼獣は体重1.8キログラム。オスは生後13年で背の体毛が蔵状に白くなり、シルバーバックと通称される。生後18年で後頭部が突出する。 ゴリラは血液型を有するが、これは、AB 様式血液型などの人の血液型と比較できるものではない。ギリシャ語で、毛深い部族という意味の、ゴリラが由来とされている。本族の構成種の和名として、大症状、お、お症状、大症状が使用されたこともある。症状は、元は架空の動物の名前であるが、オランウータンの冠名とされていた。過去には本を、 チンパンジー族に含める説もあった。以前はゴリラゴリラゴリラのみで本族が構成され、1929年に213個の頭骨の比較から、西部個体群、キアシュ、ローランドゴリラ GG ジージーゴリラと、東部個体群、アシュマウンテンゴリラ GG ジージーベリンゲーの2アシュに分けられた。1961年に下顎骨の比較からアシュを独立種として、マウンテンゴリラから、 東部帝地古大群、アッシュヒガローランドゴリラー・ベリンゲンウラウリーを分割する説もあった。一方で1971年には近年まで主流とされた一種三シ種、キアシュ西ローランドゴリラジー・ジー・ゴリラ、アシュマウンテンゴリラジー・ジー・ベリンゲン、アッシュ東ローランドゴリラジー・ウラウリーとする説が提唱され、アッシュ、東ローランドゴリラは西ローランドゴリラとマウンテンゴラの中間型と、 考えられていた。ミトコンドリア DNA の区は遺伝子や D ループ領域の分子系統推定から、西部古体群、キアシュ、西ローランドゴリラと、アシュクロスリバーゴリラと、東部古体群、元アマウンテンゴリラと、アシュ、東ローランドゴリラとの遺伝的距離が、チンパンジー族の主観距離、チンパンジーとボーノボに匹敵する解析結果が得られた、ことで以下の2種に分ける説もある。 ミトコンドリア DNA の解析から、西ゴリラと東ゴリラが分岐したのは250万年前と推定されている。分類、英名は MSW3、グローブズ2005、和名は山際2015に従う。約1000万年前に人族へと続く系統から、ゴリラ族が分かれたと推定されている。また、分子進化時計を使い、 人族とゴリラ族の分岐を656万プラスマイナス26万年前とする研究結果もある。本族に関する生物学的知見は、高地で眠り病などの伝染病を媒介する、節エ類などの昆虫が少なく牧畜が行われていたため一部の現地住民を除いて、食用として狩猟されることが少なかったと、農作物を食害することが少なく、 外獣としての地元住民との圧力が少なかったこと。これらにより、人間に対する警戒心が薄く直接観察しやすかったこと。高い木がなく、下映えが密生した環境に遺きするため層が倒れた。痕跡で追跡しやすかったこと。ほとんど木の絵に登らないため痕跡が途絶えにくいこと。アフリカで最も古い国立公園である、ビルンガ国立公園に生息し、 保護が早くから進めれていたことなどの理由から、近年まで東ゴリラの元アシュ、以下マウンテンゴリラを中心とした知見に基づいていた。多湿林に生息する。ガボン、国土の80%以上を熱帯雨林が占めるでは、西ゴリラの元アシュ、以下、西ローランドゴリラが、国内のサバンナを除く環境すなわち、海岸の低木林、一時林、二時林に生息する。 ことが判明している。生息密度は主に1平方キロメートルあたり1頭だが、今後の西ローランドゴリラ個体群では、湿地での個体密度が1平方キロメートルあたり5頭に達することもある。中高生で、夜間になると日ごとに違う寝床を作り休む。10から50平方キロメートルの行動圏内で生活し、1日あたり0.5から2キロメートルを移動する。 亜種や地域によって変化があるものの社会構造は、端的に言えば、単独のオス、オス一頭と、メス複数頭からなる群れ、複数の死ゆが含まれる群れ、からなる。オスが、生体になっても群れに残る傾向がある。マウンテンゴリラを除くと、複数の死ゆが含まれる群れを形成することは少ない。オスの幼獣が生まれて成長すれば、複数の死ゆが含まれる群れとなるが、 通常は、父親が後から生まれたオスが、群れのメスと交尾しようとすると威嚇し、交尾を抑制するために後から生まれたオスは、群れら離脱してしまい、オス一頭と、メス複数頭からなる群れに戻る。群れのオスが死亡した場合は、後から生まれたオスが群れを引き継ぐこともある。群れの大きさは、低地では20頭以下、高地では30頭以上の群れを形成することもある。例として、アシュ、 東ローランドゴリラでは、同和種でも、低地個体群と高地個体群では、群れの大きさが異なる。群れ同士の関係は、同じ地域であっても変異があり。マウンテンゴリラのビルンガ個体群は、ある時期には、群れ同士が威嚇するだけで、激しい衝突はせず異なる。群れの幼獣同士で遊ぶこともあるといた、報告例があったが、別の時期には、オス同士では激しく争い命を落とすこともあり。 小殺しも行うといった報告例がある。食生は植物食傾向の強い雑食で果実、植物の葉、アリやシロアリなどの昆虫などを食べる。定地では種にかかわらず果実食傾向が強く果実が豊富な環境では果実を主に食べ食べる果実の種数がチンパンジーと同程度に達することもある。本属とチンパンジーが 上書的に分布するカボンの調査例では、植生の57%、果実では79%が、チンパンジーと重複する。マウンテンゴリラは季節によって、果実なども食べるが、寒気に食物が少なくなると、植物の葉、目、樹皮、根などの繊維質植物を食べる。定地ではアリを日常的に食べ、フンの内容物の調査では、フン中からアリの破片、 今後共和国24%、カフジュビエが国立公園及びロペ30%、中央アフリカ43%が発見された例もある。食べるアリの種類や採食方法などは地域差がある。採食方法の例として、平手で地面を叩く、平手で木の枝の巣を壊す、手の上に巣を乗せアリを叩き落とすアリの群れに手を突っ込んで舐めなどといったものがある。 シロアリが生息しない高地に分布する東ゴリラは植物についているダニーモも無作為に食べることで動物質を補っていると考えられているマウンテンゴリラは自分の糞も含めた糞食を行い腸内細菌の摂取や未消化の食物を再吸収していると考えられている捕食者として表が挙げられる例としてビルンガ山地のキソロでのシルバーバックの個体が ヒョウに殺されたという報告例。今後共和国のドキでヒョウの糞の内容物の調査から、オスのが発見された例。中央アフリカのザンガサンガ国立公園でヒョウに襲われた報告例などがある。カフジビヒエが国立公園の東ローランドゴリラの個体群では、オスが死亡した群れで、メスやヨウが主に地表に作っていた八パー68.8%を木の絵に作るようになった。 報告例がある地表の寝床の割合が22.9%まで減少。この群れはオスが合流すると60%の割合で再び地表に寝床を作るようになった。これはオスがいなくなったことで捕食者を避けようとしたためだと考えられている。カフジュビエが国立公園には今日はいないが1970年代までは目撃例があったとされる。 繁殖様式は体制。妊娠期間は平均256日。出産間隔は3から4年。寿命は約40から50年で53年の飼育記録がある。全種を握り拳の状態にして地面をつくナックルウォーキングと呼ばれる四足歩行をする。マウンテンゴリラでは息子が成長しても群れに残って副遊群となることもある。 動物学者のラ原デオは、ゴリラを含む類人猿は知能が高いので恐怖や痛みに極めて敏感であり、ヒョウなどの捕食動物には増えてであると述べている。カルタゴの航海者ハンノが、紀元前6世紀にアフリカ西海岸を修行した際に遭遇した野人の集団の故障がゴリラだったとされるが、現地語ではゴリラという故障は確認されていない。 この野人が本属であることも疑問視されている。森林伐採や採掘による生息地の破壊、食用、ブッシュミートの乱獲、内戦、感染症などにより生息数は減少している。森林伐採により交通網が発達し、奥地へ侵入しやすくなるとともに輸送コスも安くなったこと、経済活動の破綻により都市部の失業者が森林のある地域へ大量に移入したこと、 内戦により、重機が流出し、狩猟に用いられるようになったことなどの理由で食用の乱獲は増大している。生息地は保護区に指定されている地域もあるが、密漁されることもある。飼育施設などで飼育されることもある。コロンバス動物園が世界で初めて飼育化繁殖に成功した。日本では1954年に初めて輸入されて、以降、2005年現在では、 西ローランドゴリラのみ飼育されいる。1961年にマウンテンゴリラが2頭輸入されているが2頭とも数日で死亡している。日本では1970年に京都市動物園が初めて飼育家繁殖に成功した。1988年にゴリラ繁殖検討委員会が設置され、1994年から各地の飼育施設で 分散飼育されていた個体を一箇所に集めて群れを形成し飼育か繁殖させる試みブリーディングローンが恩師上のもの園で進められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。